はい、ひたつきまさしみずです。個人的にですね、マジかーって思ったニュースがあります。それはですね、政府日銀との共同声明見直し論、物価目標で慎重意見もというふうになってですね、おー、そうですか、ついにこれに手をつける時が来たかということで、これにですね、反応してですね、いきなりまず円がですね、2円高くなったんですよ。いね、やー、すごいですね。すごいでしょ。ガコーンって、変わってですね、それはまあそうなるわな、やっぱ投資家もそうやって見てるんだというふうに思い、さらにブルームバーグでこれ12月の19日ね、月曜日に撮っているんですけど、何が起きたかっていうとですね、日銀のね、共同声明ね、改訂報道で、一気に債券下落ということになりまして、うわー、ついに来るのか、なんということだというふうになって、これ私ですね、白川総裁、前の日銀総裁の本とか、日銀関係者の本はかなり読んでいるので、この日銀共同声明というのがですね、どれだけ安倍晋三によって無理やりねじ込まれたものなのかっていうのをね、まあ結構、まあ普通の人よりか本読んで勉強してる方だと思うので、余計に衝撃を持ったんですね。だからいよいよついになってしまうのか、岸田このタイミングでそれを引いたらやばいぞということで震え上がっているんですけど、多くの人はですね、これ1時間20ね、え、違う違う、1分25秒出しました。ここまで言ったこと、そうだ、そうだよね、清水さんって思ってる人はですね、何パーセントぐらいいるんでしょうか。何言うとんねこいつみたい何言っな。てんの、こいつ。なんか何分からんけ話ど、どんな何趣味話してしたんてんやのし、みたなんいか、おもろいこと言うやろ、おーっていう感じで、おそらく見てる人が99%だと思うんですけど、はい。な。何 の話をしてんねや何みのたいな。話をしてる、日銀共政同府と声日銀っ明て共何同声明って何のことって、外国なん日銀ってみたいな感じ。そこから というねえ、こと普通共ね。同声明って言ったらね、ああ、まあ確かに。外日国中共と同出す声も明んとやかやってるな。からな。日銀っていう国があるんじゃないですか。はい。というわけでですね、皆さんに、本日愛を届けたい、ね、愛を届けたい清水友子がですね、本日もですね、トゥルースについて語っていきたいなというふうに思います。安富さん、よろしくお願いします。だけど、ちょっと、このタイミングで、このタイミングでこれを持ち出してくる岸田さん。なんでやの？何を、なぜ今なんですかね？なんで今なんですかね。そもそも日銀共同声明という いうのをですね、これ読んだことある人いるのかな、そもそも。いやー、ないない、私も読んでない、そんな。私読んだことあるんですよ、日本銀行の。なんでそんなめんどくさいものを読むんですか？いや、これはですね、活字を読み続けないと死んでしまう病気にかかっていて、私。はい。サメみたいサメみたいな感じで。はい。で、な。2014年のやつ？違います。13年の1月22日にですね、政府あ、日そうだ銀そうだ。銀行の共同声明というのが、これ、第2次安倍内閣が発足して即、これ出ているんですよね。で、これはですね、物価2%がね、持続的に達成するまでは金を刷り続けると、こら、金融緩和するとこらっていうやつなんですよ。あれですよね、アメリカのなんて投資家の誰だったっけ、あの人が、こんなアホなことしたら日本滅ぶでっつっそれて、はジム・ロ俺ジはャース株をか買な。うけどなーって、リム・ロジャース、わしは株を買うけどなーっていう、日本株買うけど、日本人はえらい目に遭うよな、バーカって言ってましたよそうね、そうそうそう、こバのカと共は言っ同てない。声明を受けて。バーカとは言ってないです。ジム・ロジャースの名誉のためですけど。これね、日銀総裁って今、黒田さんじゃないですか。黒田さんね。で、この前の総裁っていうのはですね、白川さんという人なんですよね。で、この白川さんはですね、この共同声明をですね、無理やり飲まされた後に、即退任です。そこで。で、即、まあ、この要するに2013年の1月に日銀の共同声明が発表されてですね、で、この白川さんは2013年の、同年の3月19日にですね、退任してるんですよ。すごくないですか？で、しかもね、このこれ退、は、うん。
いうこと聞かんから切ったってことなんですよね。そうです。そうです。なぜかというとですね、日銀の総裁の任期満了を待たずとして辞めるというふうに言ったんです、この人。ああ。まあ、抗議の意味だったのかな。まあ、抗議の意味もあります。で、それがね、どれ、なんで抵抗すればよかったのよ。ね、どれぐらい、いや、これ本読むとね、わかるんだけど、白川さんかなり抵抗しましたよ。うん、抵抗してます。ああ。てか、その場で辞任とかすることはなかったのね。抵抗したっていうことを、こんな分厚い本にちょろっとだけ書いてあったんだけど、そんなのをさ、本に残す事態、異常な事態だからね。あ、いや、もう異常な事態ですよ、そりゃ。で、この白川総裁ね、どれだけ異常な事態だったのかというとですね、2013年に日本銀行総裁を辞任したんですよ。で、それからですね、この人は、なんと、半年間、プー太郎ですよ、言っとけど。プー太郎。そうなんだね。失業してはったんね。すごくないですか？日本銀行総裁が半年間、プー太郎ですよ。で、それからやっと滑り込みで、青山学院大学の国際政治経済学部の、教授になったんですよ。だけど、なんとですね、安住さん、任期1年です。はい、え、そんな非常勤講師みたいな。そう。すごくない？だから、どれだけ冷遇されてたかっていうことがわかるでしょ。いや、ちょっとあれすごいね。だから、天下り先も用意されず、逆らった人間として、ちゃんってされてるわけですよ。で、その人が、もうちょっと激しく逆らった方がよかったね。いやいやいや、十分逆らってたよ、この人は本読む限り。俺はそう感じたよ。ああ、いや。いや、そんなこと言うんやったら、安田さん、それだけ学校廃止とかって言うんやったら、今すぐ安田報道を爆破して、東大教授新任の辞表でも叩きつけなきゃいいや。言われて無理やろ、それは。いや、別にそんな人って、いや、喜ぶだけやん、私が言って。でしょ、白川さんもそういうと一緒。私が。一緒。私が辞任したって喜ばれるだけ、あ、よかった、よかった、やってあげてくれたって思われるだけやからね。で、これで、アベノミクスの大規模金融緩和がスタートしたわけですよ。政府日本銀行の低迷というのが。で、これを変更するというのはですね、どれだけ恐ろしいことなのかというと、2つあります。1、消費者物価指数に関してですね、物価も上昇 2% っていうのを定めていたわけですよね。で、これをですね、物価上昇 20% まで異次元金融緩和波動法発射っていうふうに改定する方法。これ、比較的安全な方向です。かなり頭おかしい方向だけどね。2番目。大規模金融緩和停止。大規模金融緩和ついに停止。いいですか、皆さん。もう一回言いますよ。アベノミクスついに終了。これが今のタイミングで行われるとですね、終わりかな。経済終わりかなっていう。これはね、はい、それはね、ちょうどだからまあ、何度も言ってるけど、向精神病薬をやめるっていうことなんですよ。日本銀行という精神安定剤のようなものをですね、大量に服用し続けて精神を安定させてきた。で、ここに来て肝臓が悪くなってきた。肝臓悪いな、ちょっと向精神病薬飲みすぎかな、いや、それでも飲み続ける。いや、なんか最近寝れないな、もっと睡眠薬飲みつけ、いや、なんか最近いろいろ内臓おかしいな、どうしようどうしよう、それでも飲み続けて、早10年の月日が流れた。はい、明日からもうお前薬出さないよ。どうなると思いますか、そういう、うつ病で、そういうことしたら大変なことになりますよね。はい、私はうつ病でね、向精神薬も飲んでいたこともあるし、抗うつ剤も飲んできたこともあるしですね、で、さらには睡眠薬も、ね、飲んでいたことがあるので分かりますが、あれは弾薬が一番難しいです。弾薬というのは薬を絶っていくことです。
そこを急ブレーキ踏んだらとえらいことになるんで、何が起きるかというと、相当うつ病患者の場合は一番多いのはやっぱり自ら命をうりゃうにゃってやつですよね。自ら命を絶ちたくなる気持ちが止められずに飛び降りる、あるいは、電車に飛び込むなどが起きます。お、言ってるだけで怖い。もうこれ割と危険ですよね。危険ですよ、それはもう。それが起きなかった場合は、前より悪くなるっていう、はい。なので急に止めるのなし、ダメなしです。これもちょっと割とたまに起きるんですよね。うん、あの引っ越しを機にお医者さん変わったから、もう行きにくいからもう飲まないとかなっちゃったりするっていう。チーンそういう人結構いつ大変なことになるっていう話聞きますけど、はい、まあ、まず家族が、まあ辞めるときは、だからあと、辞めるときはそのまずはその薬を減らすんだけど、単に減らすんじゃなくて別の種類の薬と混ぜたりとかしながら。そうです、そうです、そうです、まさに私がやってたことです。で、そうね、ブレンド変えていって、うん、ちょっと軽いやつに少しずつ変えていって、うん、じゃあ次は少し軽いんだけども全く種類が違うやつに変えてとか言ってる、うんうんうん、いろいろこうぐるぐる回りながら弱めていくんですよね。うんうんうん、でそれでも OK だったら、じゃあ次それ次次ってやっていって抜けるんだけど、これはもうこうしたらいいっていうのはないよね。ないです。もう一人一人の患者さんのその様子見ながら精神科医が微妙にドキドキしながらやるわけですけど、そうです。うん、これが一番怖いのがですね、言うた薬を全部ちゃんと飲まないっていう。まあでもそっちはもういいや、そっちの話しだすと、いつになったら、近隣の話になるってなるから。でもまあ、そんな感じですよ、今、日本銀行が直面している事態は。それではですね、我々がなんでこんなにビビっているのか、ね、うん、金利を急に上げるという方向に行ったときにある日本経済のショック、これ、とんでもないことになるわけですよ。うん、でもね、ちょっと今からですね、これについては深くは言及いたしませんというかできないんですけど、ちょっと一個だけ皆さんにニュースをね、安富さんもついついこれに食らいついてはいけませんよ。ね、食らいついてこれについて語ってはいけませんよ。大変危険な話題に今から入りますよ。はい、安富さんにリンクを送りますね。はい、送りました。この話題をですね、はいはい、ちょっと。はい、はい、送りました。はい、じゃあ行きますね。はいはい、今皆さんに画像でお見せしております。画像で、中国北京の工場がですね、工場が止まってしまうのか。これね、まあ、そもそもこのルネッサスエレクトニクスという会社があること自体がおいなんですけど、まあ そうです、それを置いておきましょう。それに出したら今日話終わらんから、そこまでいったらで、このもあんねん、安倍晋三のせいやろみたいな、うんうん、まあ、このアベノミクスの一環ですよね、こんなものが存在していること自体が、まあ、それを置いとこう、うん、はい。でもそれがこれね、うん、これつまりまた、また中国がロックダウンとかするから工場止まってんのかと思われる方おられるかもしれませんが、うん、違いますからね。はい、中国はもう、そういうロックダウンとか自由にやってくれと、自由にやってくれ、うん、自由にやってくれと言ってるのに止まっている。はい、なぜ止まってるのか。なんかよくわかんないですね。よくわかんない。言ったらあかんね、言ったらあかんね、それ言ったらあかんね、言ったらあかんね、言ったらあかんね、言ったらあかんね。続きが気になる人はですね、皆さんトゥルースの入り口に立っているので、ちょっと中に入りたいという人は夜中の真実1週間休みの裏が安富あゆみバージョンね、1万1000円を振り込んでいただければね、三菱 UFJ 銀行 F 消費者普通口座456-9556-456-9556-456-9556-456-9556に1万1000円を振り込んで、住所氏名電話番号メールアドレスを書いてね、メールしていただければですね、そのトゥルースの中に入ることができます。あーこわで、もう一個ニュースあるんですよ、安富さん見てください。はい、送りました。はい、これちょっと前ですよ。ちょっとだ、2週間くらい前。ああ、ホンダの工場も止まったんや。おお、武漢や、武漢。そうなんや。そうなんや。でもう一個ニュースあるんですよ。これはね、4日ぐらい前のニュースです。
山発動機も止まってあのあトヨタもあトヨタも止まったあトヨタも止まったあそうそうそううーんそう、そう、うん、そうこれはだって国内でしょ国内ですら止まってますようん、うん、なぜなぜなんで国内で止まるのみたいなねでそのタイミングそういう世界情勢の中に、日銀の金融あの共同声明のあの改定をするというニュースをポッと岸田さんがこう言っちゃったわけですね。でその途端に日銀の債券がガコーンと下がる。世界の投資家何を見てるんですかね。ねえ。いやちなみにあの官房長官がビビってですね。あのちゃ別にそういうわけじゃなくてみたいなあの発表してました、ねうんうん。松野官房長官が。うん、まあそれそうやわな。いうことなんですよ。だってそれ、うん、だからなんかやり方はなかなか限られてるわけです。さっき言ったみたいにさ、あの向精神病薬の場合だったらいろんな種類の薬があるじゃない。うん、でも金利って1種類しかないですよね。うん。もうね。だからそので金利でいじれるところって言ったらさ、長期金利、短期金利もさ、いろんな何種類かその、うん、1日の金利から何年、うん、10年、20年、30年っていう金利まであるんだけど、うん、でも金利なんですよ、全部種類が。うんこれどこいじるかっつったってさ一種類なわけしかないから、うん、結局その加減をタイミングと上げ下げの具合ぐらいしかやることがない、うんうんうん、まあおそらくはその長期金利の方は介入しない下げない上がらないにしたいわけですよねできたらね、うん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 、短期金利の方だけちょっといじってみたいなことするけど短期金利をちょっといじったりするとですねちょっといじったっていうことがどういう影響を与えるかっていうとそれは結局人々の思惑によるわけなの で、うん、で別にみんながボーっとしてる状態であればあ短期金利上がったんやふーんで済むわけですけど、うん、そうするとその上げた分のショックしか広がらないんだけど、うん、今もう世界中がですね日本の金利で一発当ててやろうと一見の理解で一発上げててやろうってで睨んでるわけよものすごい緊張感で、うん、なもんだからもうちょっとなんか言うだけでゴーン動くわけですよ、うんそういう時にさちょっと何かするっていうことはとんでもないショックを引き起こす可能性があるわけねそうですでもねそれがなんで円高になるのか、うん、でそしてさらにあの国債が下落するのかよくわからんという人に説明がいるんじゃないでしょうかボリボリまあいやまあどっから手をつけましょうじゃあ金利が上がると債券は下がる金利が上がると債券は下がるがかなり難易度が高いのでまず金利が上がるとなんで円高になったのかっていうかもっと言うと金利が上がるというふうに思われたアベノミクス停止になるという発言が見えたのでそうそうそう、円高に触れたのはなぜかっていうところからいきましょうその後に債券が下落するうあそう、ねはい、まずは金利が上がる金利が高い方が有利だっていう、うん、だからドルだったら、うん、1日預けたら 1% ついてくるけど、うん、日本だと1日預けてもゼロだとか言ったらさそれはもうみんなすぐドルに変えたがるじゃないですか。でもそんなに差はないわな、うん、今の差だったら無限の差があるので、うん、まあドワーって動くかもしれないけど、うん、そんなに差はなくてしかもですねその多少金利差があったってそんな日本円で暮らしてるんだからお終わったじゃあドルに変えてとかいちいちやったらもう為替手数料すごいしさ無理だからかなり差がつかないと影響出ないんだけどでもまあ金利が高い方にお金置いといた方が有利だよね、うんうんうんという力が働きますね。これはまあ正常な話です。それはだって安富アメリカ銀行がですね金利が 3% ですと預金金利が 3% ですと、うんうん、で安富銀行はですねあの核ミサイル1万発持っているというふうにこうなっていてですね、うん、CIA もね FBI もおるという状況の中ですね清水日本銀行に預けるとですねどういうふうになるかというとですね、金利はですねあの定期預金で 0.001% の金利がつきますと核ミサイルも持っておりませんと、自衛隊の弾薬も少ないでございますとで最近ぶっちゃけ落ち目でございます超高齢化も進んでおりますと言ったら皆さんどっちに預けたいですかというとですねどう考えても安住アメリカ銀行に預けるでしょアメリカ銀行に ねそういうことがでもそれは正常な話それはまあ正常な話だよねでも今の事態っていうのはアメリカが金利を上げると言ってるのに円が上がったりするっていう、うんうん、それはなぜかっていうとそのどんどん上がっていくだろうと金利は、
日本円は全然上げなかったりしたらやがてですね我慢できなかったらどこって上がるだろうっていう読みをしていて、うんうん、でそのアメリカがどんどん上げていくときに日本がずっと我慢していてどっかでプチュッと我慢ができなくなる瞬間を捉えて儲けたろうと思ってるわけですね、うんうん、そうするとですねなんかちょっと情報があったらお今かって言って円を売ったり買ったりするっていう変な動きになるのでだから金利が上がれば日本円の金利がアメリカより相対的に上がれば円が高くなり、うん、ドルの方が高くなればドルが高くなるっていう動きではもうないんです、ねうんうん、なんかもうよくわかんない香りだけで、うん、香りだけで動きが動いちゃうと、うんうん、だからその将来への予測とその予測の変化の香りで動いてるわけですね、うん、だから日本銀行が金利を上げるかもっていう話が出るとです、うん、ドーンと円が上がるわけですよね、うんで日本円銀行は金利を上げないかもってなるとドーンと円が下がる、うん、アメリカが金利を上げると言ってるのに円が下がる、うん、なぜかっていうとアメリカが金利をこれだけ上げると思っているよりも少ないぐらいしか上げないんじゃないかと思うだけで円が上がるみたいな、もうなんかもう意味がわからないようになってきたんだ、うんうんうん、というそういうなんていうの巨大な予測ゲームのターゲットになってるわけです日本円が今日本円がねでそのタイミングでですね、うんこっちに行ったら儲かるぞっていうふうに発言をしてしまうとですね、みんなが一気にブワーッそっちに流れていくという、ね。うわーっていくわけですよ。まあだから、それで。今、ついに来たーってなったんで。うん、それで、債券価格も下落したわけです。これが。で、なんで債券価格が下落するのかというと、はい、あの不動産の例が分かりやすいんじゃないですか。そうですね、うん、家賃の例えばね。家賃の例えばね。家賃が月5万円のマンションを持っている。うんうんうん隣にですね月6万円のマンションがすぐ横に立っちゃった、うんうん、同じ面積なのに、うん、そうしたらそのでその月6万円のマンションは1000万円で買えると、うんうん、次5万円のマンションも1000万円で買えると、うん、いうことになってどっちを買うかちょっとそれ6万円のマンション買いますよ ね、あの自分が投資する側だったら、うん、家賃が月々6万円入るのを1000万円で買うのと家賃が月々あの5万円しか入らないのを、うん、あの1000万円で買うんだったらですね、どっちを買うんですか？そらどう考えても皆さん月々6万円の方がいいんじゃないですか？ね。うん。でそれでそうするとですね、月々5万円のマンションを持ってる人は、うん、じゃあ900万円で売りますって言わないといけなくなるわけです。正確にはですね、833万円です。あ、そんなに下がるのね。はい。あの1点だって5万円の6、6万円だったら 1.2 倍でしょ。でそれを1000万円 の、 ああのマンションを、1.2 で割ると833万円になってですね、うんうんうん、で、この発言あの今私が安住さんの説明を聞いて、うん、そうだそうだそうだよねっていうふうに納得できる人は一体何パーセントいると思いますか安住さんでもまあ5万円のマンションは6万円のマンションより値段が下がっちゃうことは分かりますよね。そうそうそう、だから同じこれは利回りで考えるとね、5万円のマンション、うん、月々5万円の家賃収入が入ってくるマンションは、ね、あの 6% の利、まあ、6% というか6万円の利回りに対抗しようと思うと本体を安くするしかないでしょっていうことなんですよ、うん、でもそうですね、ちょっとあの端数が出ると分かりにくいから、皆さんが月々1000万円、1000万円のマンションを持ったとしましょう、ね、で家賃が5万円入ってくるとしましょうね。で、うんうん、でもう一個はあのまあ、それでね、あ、よかったよかったと思ってね、あの収入が入ってくるのを思ってください。でその隣にあなたの持っているマンションと全く同じ広さと設備で1000万円の価格で月々10万円のマンションが投資物件として出たとしましょう。どっちが欲しいんですか？うん、だからみんな当然1000万円のあのマンションで10万円の家賃収入が入ってくる欲しいですよね。で、そうするとですね、この1000万円のマンションで、5万円の、 あの家賃収入しか入ってこないっていうところは一体いくらになると思いますか？あ、それもあのどうなるかというとですね、なんと市場価格は500万円になっちゃうわけですよ。うん、なんで半額になるのっていうと、それは利回りで考えるとそれぐらい低くならないと合わないよっていうことですからね。だって片方は1000万円買ってさ、あの120万年間入ってくるから 12% ですよね。
でもう片方は1000万円買ってるのに、あの60万円 6% の、 あの利回りしかないっていうふうになったら、利回りを一緒にしようと思ったら、これはあの価格の方を500万円にすれば、月々あの年間60万円でも利回りは 12% になるから OK なわけですよ。それが国債でも同じことが起きるっていうことなんですよ。だから今あの国債で利回りをですね、0.25% の上限ぐらいで買ってる人がいるとするじゃないですか、ね、うん、でも全く同じね、あのその国債を握りしめてる人が大量に、ちなみに一番買ってるのは日銀なんですけど、あの買ってる人の、 あの人たちの横で、あこれからね、あの 日銀あの日本政府との日銀と の、 あの共同声明改定してね、 5% ルール撤廃して金利をね、あの FRB と同じぐらいにしていきますっていうふうにやって、仮に国債の利回りが10倍になったとしたらですね、今持ってる債券は、国債は10分の1に下落するっていうことですよ。そうじゃなくて変わらないじゃないですか。でそうすると日銀の財務状況もかなり悪くなりますよね。で、うん、資産も10分の1になっちゃうね。でそうすると国債の暴落っていうことが発生するわけですよ、うん、まあ、でこれめっちゃ怖くて、だから、うん、金利だって言いますと 0.0 あの0いくつの国債、国債ですか、うん、国債利回りはいくら、 0.25 ですよ、 0.25 0.25 でしょ、うん、0.25、 それが10年もの国債 0.25 でしょ、はい、でも普通10年の国債って言ったら 2% とか 3% とかついてるわけですよ、うん、海外のやつ。そうね、ちなみにあのアメリカはですね、現時点で 3%、 3.5% それぐらいかな、ついてた、うんうん、だから日本もアメリカの国債と同じようなことをしようと、まあ、せめて 2.5% ぐらいしないといけないよねって思うと、うん、とすると、うん、金利は 0.25 から 2.5 に上げたら10倍になっちゃうわけですよね。今ですね、26分50秒経ちました。でここまで説明したのは、まあ、その通りだ、うーんって思った人ね、おそらく全体の 10% ぐらいなんじゃないかなというふうに思います。いいんです何言ってるのかよく分かんないでしょ。で何言ってるのかよく分かんないけど、なんだか分かんないけど、なんかすごい大切な話なんだなとか、自分の生活とか何か経済に関わる何か巨大な何かなんだなっていうのは伝わるじゃないですか。で、じゃあその時にですね、この 10% とか 5% のちゃんと分かってくれた人向けに講義をするのとですね、ね、よく分からないな、どうしようって不安な人たちに対してですね、日本銀行は永久に不滅だーとかっていう議論をするのとですね、どっちの方が人気が出ると思いますか、安富さん。いや、それは数の力が勝ちますよ、ね、だから金融政策に関してですね、うん、あのわけのわからんねものがあって、でもそっちの方が支持されているように見えるのはこの理屈なんですよね。しかし、うん、そっちで再生回数を取っても意味がないのです。ここはね、一月万札、うん、トゥルースでございますから。いやもうね、あの日銀無敵論とか信じたい人は勝手にそっち言っとけと。はい、でもそれは 2.5% とかリアルになる可能性はあるわけですからね、国債発行し続けようと思ったら、うん、そうするとね、そのあそう国債 2.5% ふーんってすまへんからね、今まで持っている国債の価値は10分の1に下がるわけなんで、でそうするとですね、国債の価値、国債なんかわし持ってへんか知らんわと思う、あなたの貯金はみんな国債になってるんです、日本では。預金はね、あの皆さん自分の、例えば私がよく言うね、このね、安富さん1週間お休みの裏側、安富バージョンを買いたい人は三菱 UFJ 銀行 F 長期普通口座4569556 4569556に1万1000振り込んでねと言ってる三菱 UFJ 銀行、はい、どれだけ国債持ってるか知ってますか。どれだけ持ってんの？あの、あるいは、例えばどこでもいいや、滋賀県だったらさ、一番怖いのはゆうちょや、一番怖いのはゆうちょや、滋賀県だったら、全部や、うんうん、滋賀銀行、京都だったら京都銀行とか京信とかの、ところにですね、 BS にちゃんと乗っかってるから書いてあるよ、みんな公表してるよ、保有額、国債保有額、それ見たことある。でじゃあその国債保有額がですね、一体どれだけあるのかというとですね、これ財務省の資料なんですけども、令和4年度6月末の速報段階でピッ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 、
まずですね、日本銀行国債1064兆円、これ令和4年6月末の段階なんですが、銀行はですね、意外と持ってなくってですね、153兆円なんですよ。おお。はい、じゃあこれが10分の1になったらどうなりますか？15兆円になります。15兆円、つまり、すべての銀行メガバンクはですね、135兆円の特別損失を出すということになりますよね、全部合わせて。それも少ないやがビビるよね、もう、まあ、半分に地域が持ってるからね。ちなみに銀行とかトヨタとか製造業すべて合わせた日本企業が出してる利益の総額は数十兆円ですよ、皆さん。そうなんすよね。そこに135兆円の特別損失が発生したらですね、あのかなりの銀行が債務超過になります。はい、で債務超過になったらですね、銀行はその瞬間にアウトであるというルールになってるんですね。これ大丈夫だよ、そんなの信用創造っていうのがあるじゃないか、あんたらかんたら。ですね、これはですね、アウトになっているルールを作っているのはスイスにあるバーセルという中央銀行の中央銀行みたいなところがあって、これ世界のルールに従わなければダメなんですよ。なるほど。それそのルール踏みにじったら、あの国際金融網から排除されちゃうんで、はい、というわけで、日本はですね、あの日本円が海外で取引できないというそんな事態だったらもうあった、どんなショックが走るんですか。恐ろしすぎる、恐ろしすぎる。なんかそういうの、そういうのないよね、ないから、そうすると銀行全部整理しないといけなくなるわけ。うん、大丈夫、大丈夫、それはあの日本銀行は助けがいい、うん。まだあるんですよ、安富さん。まだあるんですか。はい。それでは国債1064兆円のうちのね、ね、保険会社、一体どれだけ持ってるんでしょうか。うん、あ、皆さん、損保とか税保に入っている人たちいらっしゃいますよね。はい。銀行が持ってるのは153兆円です。政府損保が持っているのは208兆円でございます、皆様。その200兆円ぐらいの特別損失が損保の方でも発生するとですね、180兆円の特別損失をですね、政府損保が出すということになる。飛びますよ、もう吹っ飛びますよ。皆さんが持っている生命保険も損害保険もすべてパーでございます。うん、しかもだからさ、あのこれ住宅金融、ここ住宅ローンがあるじゃないですか。で、住宅ローンがなんであんなに人気があるかというとですね、その団体信用生命保険っていうのに入れるんですね、あれか、あれ借りると。だからその銀行がを通じて生命保険料を生命保険会社に払ってるわけです。うん、でその何かあったときに、その債権者がですね、亡くなったら、債務者が亡くなったら、その人が払わなくても、家族が払わなくても、生命保険会社が払ってくれるというルールになってるので、これが飛んじゃうわけですよ。ああ、恐ろしいですね、恐ろしいですね、とても恐ろしいですね。住宅ローンを前提にしてる制度がなくなってしまうっていうことになるんだよね。ちょっと待ってくださいね、電話が。はい。なんやねん、もう。いきなりなんかあの区役所の番号から電話かかってきたから、何やねんと思ってすぐ出たら間違い電話かよ、おい。電話番号を聞いたら明らかに違うやないかいなっていうの。まあでも区役所の皆さん、役所から電話かかってきたらびっくりやな。ちなみにまだまだあるんですよ、皆さん。話戻すとですね、公的年金も45兆円持っております。これ皆さんの年金です。お GCIFP を持ってるんです。これですね、40兆円の損を出します。皆さんの年金は4割引きと思います。ああ、もうという、いろんな、いろんな、ちなみに今、公的年金だけで話したんで、年金基金、民間の年金基金も30兆円持ってるんですね。これも吹き飛びますね。あ、恐ろしいですね。はい、恐ろしいで。しかも、そういうのは大丈夫、大丈夫、そういうのは日本銀行は支えるんだって。はい、それではですね、一体どこが一番持っているのか。圧倒的に日本銀行が528兆円持っております。あ、これ金利が10倍だったら450兆円、うん、70兆円の特別損失が日本銀行出すという事態はですね、はい、これは理解するのが難しい事態です。そうですね、なんか最近ブラックホールの中のね、
に入ったものは、シバンツルト自称の地平面を超えてからですね、ずっと情報が保存されているのではないかというですね、新しい理論が出てきてですね、私はその宇宙理論に今首ったけでございます。で、そのじゃあね、でもそれさ、何言ってるのか意味わかんないでしょ。ね、もうちょっとわかりやすく言うんだったら、なんか地球っていうのは、太陽が最初にできて、ガスや塵が散りばまった後にいろんな隕石がぶつかってきて大きくなったらしいとかっていうぐらいのですね。なんかよくわかんないけど想像がつかないですね。それぐらい同じ事態でございます。これは。もう、なんか。日本銀行、中央銀行がそれだけの特別措置を出すっていうのはさ、うん、なんかこう、対策どうしたらいいのとかじゃないんですよ。うん、それどういう事態なの、はい、パチクリっていう感じなんで、うん、こう、受け止めるのが難しいですね。うん。まず、なんだっていう感じですね。うん、まあ、そういうのは、まあ、だから多分、だから第三帝国の崩壊とかさ、うん、ああいう時にはそういうこと起きたのかもね。そうね。アイスバンクどうだったんでしょうね、あの時ね。ね。いやー。あ、だからそれと同じような事態ですよ。うん。うん。で、そんなん起きたら、それがその戦争で負けて起きるとかじゃなくてさ、うん、普通の経済政策で起きるとかっていうのはやっぱりなんかちょっと金利を上げただけで起きるとかっていうのはなんかもうちょっとね、なんか、人類経験したことない、未曾有ですな、みたいな。未曾有な指摘ですね。まあ、とりあえず先に伝えておくとですね、オーストラリアの中央銀行が9月に債務超過状態になったんですよ。まあ、だけど、まあ、一緒になりましたね。オーストラリアドルは普通に流通してるでしょ、だから大丈夫だっていうふうに言う人いるんですけど、ちょっと規模が違うかな、みたいな感じですね。規模がね、人類、ちょっとなんか地球にでかい隕石当たったぐらいの感じ？あ、そうですね。うん、これはすごいよ、うん、でも前から言ってるけどさ、習近平さんにさ、うん、あ、君もうそろそろ民主化した方がいいと思うよ、うん、つって、うん、もう民主化しなさい、もししないんだったら日本の金利用で10倍で上げたるからって言ったら言うこと聞くんちゃうかというぐらいの最終兵器です、うん、そうですね、これは最終兵器ですそう、いや、分かったちょっと待って、民主化するから待ってみたいな、うんうんうん、どのくらいしたらいいのとか言って、でバイデンにですね、おい、ちょっと日銀の金利上げたるぞと、それが嫌なんやったらロシアと頑張って核兵器捨てることを一生懸命やれっていうふうにこう言ったら、分かりましたっていうぐらいの、まあある意味アニメで出てくるじゃないですか明らかにそれすぐ押せるよねっていう赤い字幕ボタンですよ、これはこれがあるんです、我々日本国には最終兵器日銀金利上昇あるんですよ、うん、あれはね、あったよね、あれでも出てきたな。ん？何だっけ、あれ、エイリアンとかのエンディングとかによく自爆装置をしたりしましたね。なんでそんなに押しやすいところにあるんだよっていう、本当に。そして、あれ一番ひどいのはバルツですよ。ああ、そうね。バルツなんて言っちゃうよね、あれと。ついつい。短いセキュリティつけとけよって、うん、本当にいいですか、イエスのぐらい出てほしいみたいな。あるいは半角英数大文字小文字特殊文字を駆使してくださいとかね。バルスって言ったら一瞬で落下崩壊するとか危険すぎる。セキュリティに問題ありすぎる。あれおかしいと思うよ。なんかクライマックスでさ、バルスって言ったらさ、うん、本当にいいですかって画面が出て空中に字が出たらさ、はいって言ってバーンと崩壊したらギャグになっちゃう。でもまあバルスですよ、バルス。バルスですね。バルスです。で、今だからその日銀が、うん、政府と共同声明っていうのはさ、バッって言ったみたいな、今、ビーって言いましたみたいな。政府、日銀との共同声明見直しろんっていうのが出たっていうのはですね、いや、これね、バルぐらい。バルそのぐらい聞こえてるよね。バルぐらいに聞こえてる。うおーみたいな感じ、スカイト俺にはバルって言った、今みたいな感じに聞こえたよ。聞こえた。いや俺でさ、よくね、住宅ローンも上がるんだよっていう話したんですよね。それに対して反応が来るんですよ。例えばアメリカはね、住宅ローン一時期30年ものが 7% ぐらいになったと。それなんでかっていうと、中央銀行の金利が 3.5% とかまで上がったからだよっていう話をするとして、住宅ローンの見直しはね、何年かに1回だから、別に変動金利で借りてる人もいきなり住宅ローンが
3%とか 4% に上がるわけじゃないから清水は分かってないなとかって言う人いるんですけど、いや、いや、そういう問題じゃなくって、そういう問題じゃないんですよ、皆さん。ね、なんて説明したらいいのかな、ちょっとよく例えがよくわからないんだけども、皆さんがこの本棚に耐震マットをつけてるとするじゃないですか、ね、だから本棚崩れてこないんだという時にですね、それあなたがビルの60階ぐらいにその耐震マットを引いた本棚の後ろにいるとするじゃないですかね。で、その時にですね、ビルの支柱が腐ってるっていう話を私はしてるわけであって、あの銀行が債務超過135兆円出したらですね、そういう問題じゃないんだと。ね。そういう問題じゃないんだっていう、これ伝わらないかなっていう、伝わらないんだねっていうですね。いや、面白いですね。おかしいね。シートベルトとエアバッグをつけているからね、大丈夫なんだって。いや、でもあなたの車はもう、ちょっと100メートルぐらい、台所に落ちている最中なんですけど、シートベルトとエアバッグ、シート何言ってんだみたいな、なんかそういう感じ。そういう感じやな。いや、その銀行自体、という話をしてるんですね。うん、いや、あ、すごいすごい。この金利をめぐる、よくこんな爆弾仕込んだよね、安倍晋三。仕込んだね。もうロジャー、その言う通りやで、これ。本当やで。でもね、いや、岸田さんがね、そこまでバカなわけがないと。こんな時に、ね、爆弾踏むようなことはしないよと。でもね、今、岸田さんね、友達いないんです、安富さん。信頼して相談できる仲間がいないんです。はいはい、ね。で、そうすると。電話して。え、俺が電話？電話してくれたら、電話して、岸田さん、電話してくれていいよ、僕に。僕、友達になってあげるよって。ね、友達になってあげるよ、私が友達になってあげるよ。ね、話聞いてあげるから。ね。で、そういうふうに孤独なんですよ。で、挙句の果てに自民党内からも裏切り者が出てくるし、味方だと思ってた森雅子はですね、まあ実際味方なんですけども、なんか知らんけど借金6000万円ね、政治資金に不記載でありました、てへっとかって言ってですね、味方のやつは勝手に自爆していくんですよ。ね。他にも自民党。え、そんなの出てんの？あらら、お前法務大臣やったやろって。あとね、自民党の園原健太郎議員というのがいるんですけども、4000万円ね、政治資金のね、収支報告にね、未記載があって、何に使ったかっていうとですね、銀座の美女に貢いでたーっていう話。あれすごいよ。これは俺のせいじゃないって岸田さん切れたいと思うんだけど、もうそれなんか。あれすごいよな。支持率も下がってね。仲間がどんどんいなくなる、そういう時にすり寄ってくるのはですね、財務省なんですよ。彼らは駒をする天才ですからね、ゴリ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 、総理大変ですねっていう風に入ってきてですね、いや大変だと思います、総理も本当大変ですね、相談する相手もいないでしょう、いやもう本当に大変ですねとかって言っている言葉の全てのサブリミナルに増税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 って入ってて、それで岸田さん最近増税しちゃってるでしょ、方向性で。なんであんなに下がってんのに強気だと思う？財務省が味方についてるからだよ。で、財務省、ずっと踏みにじってきたのは実はですね、安倍晋三なんですよ、うん。そうですよね。安倍晋三は財務省の意向を無視して、日本銀行は永遠ですって言って、アベノミクスをやって、安倍晋三倒れたでしょ？で、総理、補佐官、私チェックしたけど、財務省上がり一人もいません。そうすると岸田さんにね、取り入ってね、総理、経済産業省上がりが安倍晋三時代には周りにいたんだけども、岸田さんの周りに財務省がすり寄ってきたらですね、岸田さん受け入れちゃうわけだ。で、増税するわけだ。じゃあ、財務省が、財務省流のまともな頭、財務省流の正義、まあ、これ、基本的に頭おかしいんですけども、でも、その正義を振りかざすとですね、アベノミクスは止めろになるんですよ。増税のタイミングで日銀との共同声明見直しろんでしょ？これ絶対財務省の意向ついてると思うよ。もちろんそうだよ。ね、しかし、財務省もさ、
ちゃんと事態を把握してやってほしいよ。財務省が事態を把握する、そのような発言を東京大学教授の安田愛様から聞くとは素晴らしいことでございますね。そもそも東大法学部の教育はどうなってるのか、私がさっき4000万円収入をちょろまかし、そして銀座で豪遊していた園浦健太郎さんのご出身大学を私が今ここで言いましょうか。東京大学法学部でございます。どこの大学で、東京大学法学部でございます。なんか社長がなんかコンパニオンさんと一緒にお風呂入ったりしちゃったらしいよね。あ、それは天下り静岡の企業に天下りしてたからね。ああ、それも後輩でしょ、どうせ。あの日も東大法学部でしたね。そんな人間がですね、財務省なんていうくだらない仕事にしがみ続けて、絶対を見て判断、そのようなことができるわけないじゃないですか。それでは皆さんにもう一回、何かとは言いませんけど、もう一個ね、この状況にね、何が加わるか。今まではね、この状況まだマシだったんですよ。ここにちょっと、うんうん、ハバネロトッピングするのがさっき取り上げた、あ、ルネサスの工場北京で止まったんや、へえ、政府の命令でもないのにみたいな、ホンダが中国の武漢の工場止まったんかな、どうかなとかですね、あるわけですよ。これちなみにルネサスの方はですね、うん、政府が止めろと言って止まったんじゃないんです。好きにしていいよって言ったら止まったんです。なんとか19っていうやつ関係ないんですね。もう。その規制じゃないんですよ。ああ、怖い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 山盛りなんて言っていいか分かんないけど、もうやばいっす。でもそれに代替できるような生産基地や拠点はですね、残念ながら地球上にはないですね。ナイスナイス。台湾は喜ぶやろね。台湾の工場は儲かるやろな。いや、儲かるっつうか、でも、あの、イメージつかないと思いますけど、皆さんの iPhone、随分高くなりましたね、円安で。10万、15万するわけですよ。中国の工場が止まって。100万ぐらいになるんちゃう、もう。100万ぐらいになるんちゃうか。イメージです。いや、私 iPhone とか使わないし、ってね。皆さん、半導体、車にも使われてます。トヨタの売り上げ。洗濯機にも入ってます。そうですね、洗濯機にも、にも入ってます。あと扇風機にも。電子レンジにも入ってます。はい。すべてのものに入っております。あとですね、皆さんお忘れかもしれませんけど、ウクライナ危機が大変なことになっております。そのタイミングで、金利上げよっかな。バルーン。バルーン。もうなんかちょっとね、それだから、その、抗精神病薬を飲み続けたうつ病患者さんが、なんかあの頼りにしている人を失って落ち込んでる時に薬止めるって感じじゃないですか。そうですね。抗精神病薬をたくさん飲んでいる、飲みまくっている患者、睡眠薬もたくさん飲んでる患者がですね、ね、あのまずあのご両親が突然他界されたと、交通事故で。で、落ち込んでいたらですね、恋人にも捨てられたと、あーってなってる時にですね、会社もクビになったと。会社もクビになりましたと。で、挙句の果てに自転車で転んで骨折して歩けなくなりましたという時に、はい、薬全部止めよう。そういうイメージです。そういうイメージ。もし本当にバルツを唱えたらそういうこと。そんな感じだよね。この瞬間にバルをされたんじゃ。うん、バルスというだけで、なんか起きそうで怖いじゃないかと勢い。起きそうで怖い。バルスされるんじゃないかと。起きそうで怖いわ、ほんま。そこで清水がバルスと言ったから起きたじゃないかみたいな。清水はバルスって言ったからこんなことになってって、坂浦美さんどうするんですか。いやー、恐ろしいですね。恐ろしいですね。もうバルバルちゃんとか言わないといけない。こうなってきた。それが皆さんの乗っかっているジャパンという国です。すごいなあ。あかんわ、こんな
こんな時をリアルタイムで経験すると思ってもみなかった、うん、どうしようねこれ、うん、鈴木商店とかなんか懐かしい台湾銀行の倒産とかっていうのをこう眺めていた経済人とかこういう気分だったのかな。いや、それから14年後で何が起きたかって。やめましょう。20年後か、うんうん、やめましょう、うん、まあただ台湾銀行とか鈴木商店とかっていうのはね、だいぶ昔の話ですからね、うん、それだけ言っておきましょう。でもね、私最近ね、ちょっとだからこのシャハトっていうあの人の本ね、はいはいはい、シャハトね、ドイツのライヒスバーグの人、うん、あれを読んでてですね、こう改めてヒトラーが政権を取ったのはですね1933年だったんだな、うんうん、いうことを思い出したんです、うん、で国会で躍進したりしたのって数年後にもうベルリン最後の日がやってきたんですね、はい、素晴らしい。それは12年しかなかったんですよ。12年しかなかったんだよね、うん、すごいね。すごいよね、12年ですよ。恐ろしいですね。今日は一生懸命終わりに変えてですね、なんか経済とか債券の話とかもちょっと分かるようにですね入れたんですけど、うんうん、最後にまたろくでもない話になってきましたね。いや違う、最近話した中で私は一番これが恐ろしいトゥルースでございます。やっぱりビジネスですか、これね、これがね、いや、その日銀共同声明書いて、あ、それね、これがこれね、このタイミングでやるかみたいな。だってその自爆装置の周りに座ってる人のメンツが怖いよね。そうね、岸田さんがこうやって座ってて向かいに黒田さんがいるんですよ。うん、でも俺そろそろやめた、うん、で松野さんとかね、うん、松野官房長官とか、うん、で後ろにあのブク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 ってした人が座って、なんか怖いね、自民党のね、うん、幹事長とかに座っててさ、お前そろせよぐらいみたいなこと言ってるわけですね。いやー、まあちゅうわけで、うん、なんていうか、うん、ちょっと岸田さんの奥さんに頑張ってほしいな。まずですね、とはいえこれは今まで話したのはあくまで旧来の、金融とかの話をしてるわけですよ。金利がどうのとかっていうのは、うんうん、これもうね、新しい時代に移行しますよ。これでアセッションするんですよ、もうこれで。いや、もうアセッションするしかないよ。資本主義が終わって中央銀行主義が終わって、うん、ちなみに資本主義が終わったのってね、うん、皆さん20世紀初頭ぐらいかな、はい、で、そうね、まあ、リーマンショックの時には終わりましたね。まあ、確実ならもうヨボヨボになった資本主義がとどめを刺されたっていう感じで、でずっと続いてたのはセントラルバンキズム、中央銀行主義というやつなんですよ。うん、これ誰も指摘していない、うん、私しか言っていないが、うん、資本主義はセントラルバンキズムに移行して、はい、そのセントラルバンキズムが終わりか、終わりかけてるんですよ、ね、だからそしてどうなるのか、通貨は蒸発するっていうね、はい、で通貨はね、要するに政府発行の通貨が蒸発した先っていうのが何なのかっていうのをですね、うん、まあ、見るという意味ではものすごい、これはですね、安富さんよかったね、千載一遇の機会です ね。で皆さん、貨幣の研究をしているものとしては、ね、全部壊れるわけではないから、そこは安心した方がいいと思いますよ。大丈夫です。ただし、いろいろ積み上げてた人はやばいね。そうね、カツカツの人もやばい。てか全部やばいんやけど、普通に、まあ、全部やばいんやけど、でもやばいけど、それでも人間が労働して、うん、それでその食べていくってい う、その基本線は崩れないですからね。そうそこはまだ崩れてませんから。AI のそこまでの衝撃は、うん、そこまでの衝撃はまだ来てないので。だから、でも結構、でも、なんか夢に描いていたもの、うん、
期待していたもの、うん、そういうものはあの全部吹き飛ぶと思っていただいていいと思うんですけど、いやいやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことない、むしろゲットできるかもしれない。いや、もちろんそうですね、うん、とか、それでも夢描いていなかったものが手に入るんです。うんうん、これは面白いところですね。ひとつき万札の真実の入り口に立った女の者よ、やっと身の話を聞け。中央銀行主義は終わり、政府発行の紙幣通貨は蒸発するであろう、さあアフェッションの時代が来たのですっていう、そういう感じですよね、今日の動画は。そういう感じですよね。ほんまに来る、ほんまにそんな日が来ると思ってなかったけど、消してもたよ、おい、大洪水来るぜ、来るみたいな。来るとは思ってたんだ、来る来る来るよ、来るよって言ってたけどさ、はい、いつ来るかは分からへんけど、来るよ、来るよって言ってて、うん、でいつなんかな、いつかなと思ったけど、なんかあの急速に新型コロナウイルスの出現以来ですね、はい、あ、行っちゃった。ああ、言ってしまいましたね。それでは、でも何も言ってないから大丈夫。真実の入り口に立った皆さん、ね、さらなる中に導かれたい者たちよ。世の中の真実、1週間お休みの裏側、安田美あゆみバージョンが欲しい人は、1万1000円を、はい、皆さんご一緒に、三菱 UFJ 銀行エクション支店普通口座4569556、ヤンガーラッキー556に1万1000円を振り込んだ上で、住所、氏名、電話番号、メールスを書いて、送ってくださいということで、いや皆さん本当にありがとうございます、うん、ということなんですけども、1個ですね、大変重大な話があります。重大な話でございます。1個ですね、重大なやつですね。あ、重大な話2つあるんですよ。2つで1個、2つありますね。1個ね、あのここに私原稿があるんです。原稿が3つあるよ。3つ重大な話で3つありますね。3つだった。これはね、これ安富さんの新原稿なんですよ。すごくないですか、皆さん、うん、新刊ね、やればできるじゃないかと、ね、できるじゃないかと、現代に書いてくれと言ったら仕上げてきた。さすが、やっぱこういう時の出発力素晴らしいというふうに思います。そう、ちょっとね、記録的、普通の人はできないと思うな、これな。ね、でこれをですね、なんと何も僕全く存在してないところから完成するまで40日だったって言って、はいはい、これね、ね、ついに予約を取らない、ただあのここに原稿があるよっていうことを示すことが、まあ、あの一個の重大発表ですよ。新刊よ。はいはいはい。一個なんですけど、もう一個あります。ありますね。天皇陛下の誕生日やったかな。そうですそうです。東条英機が処刑された日です。もっと言うと、あの今上皇になってる人の誕生日ですね。はい。あ、そうかそうか。上皇は上皇。はい。東条英機が処刑された日でもあり、現上皇陛下の誕生日でもあり、清水優子の誕生日、12月23日にございます。ただしですね、私はですね、父親にですね、3歳の頃に捨てられてですね、大変不安定な幼少期を過ごしたので、誕生日プレゼントをもらったとしてもですね、誕生日プレゼントなんかいらないよ、この人無理してないかな、誕生日プレゼント渡してくれたのはとっても嬉しいことだけども、誕生日プレゼントなんかくれないで、いた方が負担じゃないし、この人はもっと僕のことを愛してくれるんじゃないかというふうに思う、そういう不安定な少年になってしまって、これ未だに続いております。だからなんとですね、この10年20年ぐらい私ですね、付き合った恋人からもすらですね、6人誕生日プレゼント実はもらってないんですよ。で、確かに私もあの誕生日好きじゃなかったな。で、無理やり渡されるとその不安が襲ってくるんです、私。ああ、そういえば私もあんまり好きじゃなかったな。恐ろしいじゃないですか、これね。だからそう言われてみれば、なんか人に物もらうのがなんかね、誕生日プレゼントをあげるとですね、そういうトラウマが発生してしまうんですよ。悲しいですね。なので安富さんのね、この1万1000円のね、特別動画講義を買っていただくことが私への誕生日プレゼントの代わりであるということになっているんですね。それでも、でもですね、そんなこと言ってたらですね、なんとこの前ですね、安富さん10万円誕生日カンパくれた人がいるんですよ。すごいですね。ね、で、いや、すごいわ、やっぱりそういう、いや本当にありがたい思いが、で、あのそういう方々にですね、本当に一個一個支えられて存在してるんだなというふうに思いますね。なので、あの、どう
してもそんなトラウマがある清水さんだけども、どうしても売り込みたいという人ですね。もうね、つれつない関係でも注射、っていう感じなんですけども、その10万円カンパしてくれた人に今ここで公開的に投げキスを行いたいと思います。ありがとう、っていうところで。それでは最後の発表があります。これ10代発表ですよ。10代発表。怖いわ、もう。いっぱいあるね。いっぱいあるね。安富さんの本を買い続け、一月も経つで。ね。そのもうヘビーユーザーの人には分かる。そろそろあれがやってくる。そろそろあれがやってくる。1万1000円で販売中と言ってるんですけど、そろそろあれが来るんですよ。今年の中頃ぐらいから見出した一人はですね、何と、特にあの安倍晋三がバーンって撃たれてから見出した人は、あれって何って思うかもしれませんけど、教えてあげません。そのうちわかるでしょう、ね、ただ一言言っておくと早めに買っといた方がいいよっていうことだけ伝えておきましょう。はい、というわけで今買った人はラッキーだね。いやもう一万一千で買っといてよかったなということがよくわかるのではないかなと思います。それでは最後に本日の話題は何なのかというとですね、日本銀行からですね、あの初めついにね終わっていた資本主義、そしてセントラルバンキズム中央銀行主義が終わり、政府のね発行する通貨が蒸発し、我々はアセッションし新しい時代へ向かっていくというね、そんな中真実の声が聞きたいという人は安富教皇の声を聞くためにぜひ1万1000カンパよろしく、あカンパじゃないよ、あの商品買ってねっていうところで、今日も読書じゃねー。